周りはその空気に、まあ、流されたのかな、うんうん、そうね、うん、という結論がここで出たわけです、うん、はい、うん、で、老基の方にも、うん、はい、ちゃんと海は秋田におる時からもう老基に言ってて労災申請っていうのをしてやってました、うんうん、あれその2年前12月頃に A さんと、うん、なんかバイトの時にね、うん、顔を合わす機会があって、うん、なんかその時に心臓の痛みと、うん、あとなんかめまいと吐き気みたいなのが出てきて、うん、もう近づくと完全に自分の体が拒否反応を起こすようになってしまって、うんうんうん、まず内科に行ったんかな。でそれで心電図取ってもらって、で異常がなくって、でまあその時その実はなんか A さんっていうか職場でこういうことを言われ続けててっていうことをちょっとポロッと言ったら、それはノート見せたよね、うんうんうん、ああそうか、そうなんかも、うんうん、ノート持ってった。ああでそれでそしたら精神科、うん、に勧められてね、うん、で老基にも出した方がいいんじゃないかみたいな、労災、うんうん、申請っていう、うん、そうそうそう、うん、でまあ精神科にも行った、うんうん、ことですね、はい、うん、でまあその診断書を出してもらって、そんで結局まあ訴えてそれの調査が入ったわけです、うん、で結構長く、うん、想像してたより長く、うん、丸1年以上、うん、かかって、そうだね、そうよね、うんうんうん、で結果はパワハラ精神的負荷中、うんうん、で強じゃないと労災は下りないので、うん、まあ中ということで、うん、はい、結果が出ました、はいはい、で労災って次に県そして国っていうふうに再申請っていうのができるんだけれども、で県には出したんだよね、うん、で県に出してその調査結果が返ってきたんだけど、そんな言ってることが全部違ってきたんだよね、中の調査結果、うんうん、それがそこが悪いみたいな、ああそう、なんか態度が悪かったから、うん、A さんはこういう言動をしたっていう焦点が何個もあるみたいな、うんうん、ことになったので、ちょっとね私もふみも呆れたというかね、うん、そうだね、うん、うん、この結果に呆れた、うんうんうん、でなんかバカバカしいというか、そうね、うん、何なんだこれと、うんうん、まあそういうことで、まあもう私たちなりの、うん、蹴りのつけ方に進めていこうかと、うん、うんうんうん、いうことになったわけよね、うんうん、私たちはね蹴りをつけたいだけというか、ね、うん、そう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 、バラビザさんと長く付き合っていきたいとかじゃなくて、うん、逆に関係を切っていきたい、うん、関わっていきたいわけじゃない、うん、早く関係を切りたい、そのために、うん、ケリをつけたい、そう、うん、と思ってます、はいはい、でまあそのなんケリのつけ方っていうのは、まあ、私らが納得する形で、どういう形かはまだね話し合いながら少しずつ進めていくことになると思いますんで、どうなるかはちょっと今は分かりません、うんうん、でこうやってお話しするのも一つのケリの形で、うん、話さなかったからね、そう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 、うんうん、でちょっとねわらび座の掲示板の方に好き放題書かれてたので、うん、で海の底が悪かったからという噂がなんか聞きましたみたいなね、うん、ことも前にちらって書かれてて、それは海の名誉をね傷つける内容なので、これは言わなきゃなと思って、うんうん、はい、昨日かね、昨日かな、うん、昨日動画を上げました、うん、内容に。